すみません、大丈夫ですか？こちらこそすみません、急いでいたもので。いいえ、僕も急に振り返ったから。怪我はありませんか？大丈夫です。そうですか、よかった。人を待たせているのですみませんが失礼します。ねえ、待ち合わせ場所ってどこだっけ？はあ？決めたの立花さんだろ？忘れたのよ。ともかく、そんなの威張って言うことじゃないと思うよ。で、どこなのよ？桟橋にあるカモメ像の前に9時集合。あ、そうだったわね。うんうん。たく、ここで僕に会えなかったらどうするつもりだったのさ。それは平気よ。今の時代、携帯電話というとっても便利なものがあるじゃない。ちょっと、そんなところに寄ってる場合じゃないよ。もう9時まで2分もないよ。これこれ、今話題になってる限定ストラップ。限定ストラップ？この一番下のキューブにアルファベットが入ってるのよ。自分のイニシャルが入ったこのストラップを持ってるといいことがあるんだって。いいことって例えばどんな？うちの学校でも持ってる人がいて、このストラップに変えた途端に彼氏ができたの。彼氏？何？気になるの？あ、いや、でも本当にそのストラップの効果なの？私もうさんくさそうだと思ったわ。でも実はこれ、ナオトさんも同じものを持ってたらしいのよ。え？ナオトさんが？今まで懸賞なんて当たったことがなかったのに、このストラップのおかげでウォーターアイランドの招待券が当たったんだって。本当に？
それで立花さんはどんな願い事があるの？そうね、私たち新聞部の名前が全国的に有名になるくらいビッグな事件に遭遇したいなんてのはどうかな。もちろん遭遇するだけじゃダメよ。それを私がかっこよく解決するの。ほら、探すの手伝ってよ。え、何よ。ゲームのストラップに決まってるでしょ。ちょっと君たち、あんまりめちゃくちゃにしないでくれないかな。だって M のストラップが見つからないんだもん。ああ、M のストラップなら売り切れだよ。さっきも違う女の子が必死に探してたから一緒に探してあげたんだけど、それが最後だったな。ガーン。そんなことより早く行かないと、忍と直人さんを待たせちゃうよ。あれ、忍、なんでここにいるの？なんでって、待ち合わせ場所にいて何が悪いの？え？だって、カモメの像の下で待ち合わせじゃなかった？ここがそうでしょ。ほら、え、あんなに小さなものだったの？もっと大きいと思ってた。ところで、彼女はあそこで何を騒いでいるの？え、あれは、なんだろうね。そうだ、これを渡しておくわ。あ、これって…私も買ったのよ。 M はそれが最後だったの。あ、ありがとう。あら、桃井くん携帯変えたのね。それ写真が撮れるタイプのやつでしょ。うん、前持ってたやつが壊れちゃって。みやこさん。なになに、なんで二人してそのストラップを持ってるわけ。それは私がさっきそこで買ったのよ。何か文句でもある？なんでめぐるくんの分まで確保してあるのよ。
あなたには関係ないわ。今日は晴れてよかったね。遊園地に行くのに雨が降ったら台無しだったよ。晴れるに決まってるじゃない。私晴れ女だから。修学旅行も遠足も一度だって雨だったことがないわ。それはすごいね。今はいい天気だけど、午後になったら変わるかもしれないわよ。何よ、せっかく晴れてるのにどうしてそういうこと言うわけ。私、雨女なの。そうなんだ。めぐるくんはどうなの。僕はどっちなのかな。それよりさ、ナオトさんどうしたんだろう。そういえば来ないわね。もいいけど。まもなく9時15分発ソフト行きの船が出発いたします。ご乗船の方はお急ぎください。どうするの、もう船が出てしまうわよ。置いていきましょう。ナオトさんには悪いけど時間もないし、そうしようか。そうそう、それに招待券は私が持ってるから心配なしよ。何かあれば携帯に連絡が入るはずよ。さあレッツゴしないわね。どうしてあんな大きな船で酔えるのよ。それよりナオトさんって人、放っておいていいの。連絡もないなんて何かあったんじゃないかしら。どうせ興奮しすぎで眠れなくて寝坊しちゃったに決まってるわ。あれ、どうしたの。電源が入ってない。それ
れじゃ連絡を取りたくても取れないわね。だって昨日の夜から5分おきにメール攻撃よ。楽しみですねとか、晴れるといいですねとか、そんな内容のメールばっかり何十件も入ってきたら電源切りたくもなるわよ。メール30通、着信履歴50回、留守電5件も入っているみたいね。めぐるくん、聞いといて。なんで僕が。最大の肉食性の水生昆虫、獰猛で水中で魚やカエルなどを捕らえて興奮で体液を吸い取り。いや、今そういうことを聞いてるんじゃなくてさ。タガメ？おかしいわね。私そんなこと言った記憶ないけどな。お知らせがあるんです。え、何？大変申し訳ありません。急用が入ってしまって家に戻らなければならないんです。本当？それはよかじゃなくて残念だわ。あの時船に乗ってしまっていれば連れ戻されることもなかったのに。残念です。残念でなりません。ナオトさん、なんだって？休養で来られなくなったって。そうなんだ。ああ、本当に残念だわ。さてと、それより早く何か乗ろうよ。そうね、ここでじっとしていても時間の無駄だわ。どこから回りましょうか。そうだ、めぐるくんはどこがいい？え、僕？そうだな。最大級か、すごいな。ここ結構広いからどういう風に回るかしっかり計画を立てた方が良くないかな。右回りに行くとか、人気のあるアトラクションから行くとかさ。そうね、その方が効率的だわ。で、何
何が人気アトラクションなの？さあ何よ、何も下調べしてこなかったの？そんなこと言われても。調べしてなくても大体見当はつくでしょ。絶叫系は大抵混んでるんじゃないかしら。それじゃあ第一目標はジェットコースターってことでいいんじゃない？そうね、それがいいわ。そうしましょう。え？ちょっと待ってくれないかな。何よ、私の決定に何か文句でもあるの？いや、文句とかじゃないんだ。実は僕あまりそういうのは得意じゃなくてさ。もしかして怖いの？いや、怖いってわけじゃないんだけど。桃井くんはジェットコースターの楽しみ方を分かっていないだけかもね。来て、私がコースターの楽しみ方をレクチャーしてあげるわ。具合悪い。もうだらしないわね。あれだけ繰り返し塗り続けて平気な顔してるそっちの方がよっぽど変だよ。あの3回転ひねりはなかなかのものだったわね。次はスプラッシュコースターで、その次は…めぐるくん、その携帯であの辺りの写真を撮っておいてくれない？ウォーターアイランドのメインビジュアルって感じでお願いね。あの辺りって？後で新聞を作るときに使うかもしれないし。立花さんのインスタントカメラは？さっき使い切っちゃった。お前来るのが遅すぎるんだよ。めぐるくん、知り合い？人違いだと思うんですけど。え、嘘。
違うの？おい、ヤマト！ごめん。悪い。11時集合だったのにメンバーの一人がまだ来なくってさ、合流できなかった場合、毎時間ちょうどにこの時計の下で待つってことになってたんだけど。うちらチャットのメンバーで今日は初のオフ会なの。だからメンバーの顔を知らなくてさ。オフ会？やったことはないんだけど、パソコンで知らない相手と文字で会話する遊びのことかな。まあだいたい合ってるわ。メール交換や掲示板と違ってリアルタイムで大人数と会話ができるの。でも、なんで僕がそのまだ来てないメンバーだと思ったの？初めて会ったんなら顔は知らないはずだよね。いいところに気がついたわね。私もそれが気になっていたのよ。彼が持っているストラップだよ。え？これ？うん、そう。携帯まで一緒なんだよ。こんな偶然もあるんだね。この携帯とストラップが待ち合わせの目印なの。私はヤマトだから Y、 彼はシルバーだから S。 それで僕の M を見てそのみやびさんと間違えたのか。そうだ、他のメンバーもついでだから紹介するよ。私の名前はカイって言います。はじめまして。みやびじゃなかったんですね。すみませんでした。はじめまして。僕はめぐるで、こっちの二人は。はじめまして、カイさん。私は立花美也子。私は桜田忍。よろしくね。カイって本名じゃないのよね。カイはハンドルネームです。でも長く使っているとこっちが本当の名前のような気がしてしまいますね。ハンドルネームっていうのはインターネット上で使う別名のことだよ。ネット上ではプライバシーの問題から本名を使う人はあまりいないんだ。ああ、あれね、あだ名みたいなものでしょ。ちょっと待って、それじゃああなたたちお互いの本名は知らないってわけ？そうだけど、別に知らなくても困らないしな。あね、カイ、ちょっとこっち来て。メンバーはあともう一人いるんだけど。あ、なんだよザップ、
ずっとそこにいたのか？はい？あんたやのうて、後ろのその…私？ああ、やっぱりその声はスミレちゃんやないですか。スミレちゃん？こんなところで会えるなんて夢みたいや。僕毎週番組見てます。ビデオも撮ってます。なんなのよこの人。立花さん、僕こんなこともあるかと思って色紙持ってきてるんですよ。サイン書いてください。めぐるくん、見てないで助けなさいよ。わかったよ。なんやお前、マネージャー見して若いよな。まさかスミレちゃん、こんな優柔不断そうな男と付き合ってるんですか。さっきから何を言ってるのかわからないけど、立花さんが嫌がってるから強引なことはやめてくれないか。そうだそうだ。で、うるさいわい。僕のスミレちゃんへの愛は止まらへんのや。何年スミレちゃんのファンやってると思ってんねん。さっきからスミレスミレって。私はスミレなんて名前じゃはい。うわっ、スミレちゃんに蹴られるなら本望や。立花さん、何もそこまでしなくても。仕方ないさ、今のはこいつが悪い。おいザップ、大丈夫か。ところでスミレちゃんって一体何なのかしら。スミレちゃんを知らんのか。今人気絶好調の特撮アイドルやで。特撮アイドル？なんや、あんたスミレちゃんとちゃうかったんか。そないにそっくりやからてっきり本人やと。みやこさんにそっくりの特撮アイドルね。興味あるわ。うん、確かに。なんや、あんたらスミレちゃんに興味あるんか。ほらこの子なんやけど。ビューティー仮面？あー、この人立花さんにそっくり。あら、ほんとよく似ているわね。似てると思うけどな。で、この人がスミレちゃんっていうの？アホか！ちょうだい！え？
そっちはゆうこちゃんや。すみれちゃんはこっち。元祖ビューティー仮面はすみれちゃんなんや。でも怪我で番組に出られんようになって、今はこっちのゆうこちゃんがやってんねん。そうなんだ。でもさ、俺も昔こういうの好きだったんだよな。なんや、シルバーもこっちおめえに興味あんのかいな。いや、興味あるっていうか、子供の頃こういう特撮系ってよく見てたなって。なんも言わんで、お前には素質がある。これ取っとき。え、いいよ、だってこれ大切なものなんだろ。やって、まだたくさん持っとるし。これは不況用で、リュックの中にもまだまだ入っとんねん。家にも鑑賞用と保管用があるしな。一体何枚持ってんだよお前。しかしこっちとこっちが別人だって言われても、こんな派手な仮面つけてたら分かんないよな。何やと？お前、違いの分かる男に並んでどないすんねん。これは特撮だけの問題とちゃうで。そもそもな、みやびもいないことだし、またなんか乗りに行こうよ。そうだな、騒がせてごめんな。ほらザップ、行くぞ。いやいや、僕はスミルちゃんと一緒に降りたんや。もう、私の名前はミヤコ。ええー、わー、その声、ミヤコちゃんって言うんやね。その名前もグッドやで。なんだか気に入られてしまったみたいね。そうだ、これも何かの縁ってことで、一緒に回らない？でもヤマト、私たちまだやることが。もう準備は終わったし、やることなんてないじゃん。そうだよな。うん、そうだね。いや、絶対に嫌。それなら、あなた一人で行くといいわ。ちょっとめぐるくん、あなたはどうなのよ。えっと…僕も少人数の方がいいかなって。そうよね、それでこそ私のパートナーだわ。ということなんだけど、あれ？何やっているの、桃井くん。置いていくわよ。あ、ちょっと待ってよ。しょうがないよ、立花さん。ここは諦めて彼らと一緒に行動するしかないよ。